皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエスト7実況プレイのパート69やっていきます。光の剣を入手しました。これを使って魔物と化した子供たちがどこへ行っているのかっていうのを突き止めようという話になってますね。前回バトルマスターをマスターして、鍋をゴッドハンドに、で撮影外でね、アイラの武道家をマスターさせて戦士にしてあります。ソウルにしようかなとも思ったんですけど、ちょっとね HP が低いと危険な可能性があるんで。王様、早まってはいけません。もうじき鍋殿が。王様、鍋殿が。おお、これは皆さん、よくぞ戻ってくださいました。今まさにその魔物が。うわ、鍋殿、早くその光呼吸を。鍋は光も今日魔物の足元に巻いた。お、鍋殿、大丈夫ですか？お怪我はないようですね。どうやら光ごきはうまく魔物の足についたようですね。いや、間に合ってよかった。それじゃあこれであの子の行き先がわかるんですね。早く後を追って。待ちなさい。謝ってはいかん。そなたが後を追って何ができるというのだ。いや、我々とて同じこと。鍋殿がおらねば光ごきも手に入らなかったはず。ここは恥を忍んで鍋殿にお願いするしかあるまい。鍋殿、本当によく光ごきを持ってきてくださった。光ごきは暗闇にある限りいつまでも光を放つという。おそらくは魔物は北の大灯台に向かったはず。さすれば内部に光る足跡が残っていよう。鍋殿も今はさすがにお疲れのご様子。大灯台へ出発するのは一晩ゆっくり休まれてからでよろしかろう。さあ、皆の戻って休むのじゃ。おお、鍋殿、わしの寝室の寝心地はいかがだったかな。まあまあですね。うん、それはよかった。いや、いつだったかシャーク会を止めた時には散々に言われたのを思い出したの。さて、鍋殿、ついに大灯台へ向かっていただく時が来たわけだが、北の大灯台の祭壇には今闇の炎が灯されているという。もしそこまで通りつけたなら、まずは闇の炎を消さなくてはならん。それにはこの世界のどこかで取れる七色の雫という清き水が必要らしいのだが、詳しいことはそこの学者に聞いてほしい。わしが間違った説明をしては大変じゃからな。とにかく、くれぐれもご用心されたい。よろしく頼みましたぞ。七色の種族ですか。持ってきてるんですね、確か。持ってるはず。持ってるよね。あるね。OK。じゃあ行こう。ゴッドハンドということで、バトルマスターで多分、多少 HP ってか、力とかは、HP かな？は落ちてると思うんですけど、バトルマスターやパラディンの特徴を持った技を数々覚えていくし、特に本当攻撃に特化した職業ではあるんですが、エフォマラーとかそういう回復も確か、一通り覚えてくれたはずです。この 3DS 版においては、個人的に勇者よりも気に入ってます。男性けどし。やべ、鉛筆が出た。
さて、大灯台です。うん、苔が光ってますね。カボも今ワンランク上がりましたね。小さなメタル。魔法の節水。あーっと、ズボック。ナイス。お。あ、いやね。基本的にはこの足跡辿っていけばいいはずです。あ、いくられた。あれドラゴン？絶対違うでしょ。あ、はぐれメタルいた今。もうここまで来たらね、メタル系全然倒してもいいと思う。お、言ったじゃん今。一瞬状況が呼び込めなくて追えなかった。あ、いる。おっしゃー、ナイス。ほい。地獄の鎧。呪われてるじゃねえか。足場はまだか。足場が来ねえ。あ、来た。終わりかと思ってしまった。おい。得意箱が普通にいる。おお、はぐれメタル。間に合わなかった。
真空版も使えるよ。この階層に何もないのかな。あるじゃん。ミミック。なんかちゃんと武器使ってくれるの嬉しいね、せっかく買ってあげてるんだもんね、使ってくれなきゃ。あーぐれいながら痛いよ、まだちょっとおしゃれなバンダナ見つけたからって、なんかいいアイテム拾った時の効果を鳴らす必要あんのかな。あー落ちちゃった、見てなかった、やべー。あぐれあぐれ、こらあぐれ、入れちゃった。あー逃げられた、残念。安心けどし。敵によって威力どっちの方が良かったかって変わるよね、これね。基本は真空波の方が強いのかもしれないけど、真空波ほらバギーに耐性あるやつには言いにくかったりするもんね。またこれか。あ、危ね。宝箱取ってすぐ乗れないかなとかって思って試そうと思ったけど、危なかった。
よし、成功。お前らどっから来た？待って、ボス戦が近そうだ。ちょっと回復しよう。魔法の先生たっぷりある。よし。ではこれに。よし。これでここも救われるはずだ。なんか変なとこに飛ばされましたね。石板の反応があるぞ。ふん、やっとここまで来よったか。まったく待ちくたびれたわい。そろそろ赤ん坊の相手をするのも飽きたしな。少しは骨のある奴がこの国をうろついてるようだと思い、楽しみにしておったところよ。それにしても遅い。お前ら遅すぎる。ゆっくり楽しんで殺そうと思っていたが、もう一気に終わっちまえ。バリクナじゃ。とにかくね、脳筋です。ただまあ、一旦に一回ずつしか行動してこないので、通行にさえ、気をつければなんとかなると思います。というわけで、特にやれることもなさそうなので、一応、あ、そっか、カブトよりないんだね。じゃあ、向き合い攻め。バイキルト。エルカリと。やっぱ来たか。霊剣好き。下手したらこれで終わんないかな。てぃ、今の大半持ってたぞ、HP。終わっちゃうぞー。ほい、口ほどにもない。お、石板ゲット。あー、なぜだ、なぜこの俺が。頭悪いからじゃね。しかしコスタールが復活しても、シャークアイの船は氷漬けたまま。ガッハッハッ。大王城。よし。では帰りましょう。入り見とダメ。天井がないからか。
間違えた。よし。んー、蚊に生え。ここにはまた後でもう一回来ないといけないんで、とりあえず王様には報告しておきます。おお、皆さん、よくぞご無事で戻られた。本来ならひとまず祝宴をと言いたいところだが、実は心配なことが起きての。なんとアニエス殿がどこにもいなくなってしまわれたのじゃ。書き置きがあって、それには心配しないようにと書いてあったようだが、もしや大東大の魔物を倒した仕返しで魔物に捕まったのではないかと心配でな。かくなるべは、一刻も早く炎号から聖なる種火を持ってきて、封印から脱出せねばなるまい。封印が解かれれば、魔物の力もつき、アニエス殿も戻ってくるのではないだろうか。ナベ殿、いきなりで本当にすまねが、ここに炎号への新書を用意した。新書を炎号の村の村長に渡してほしい。とすれば、聖なる種火をくれるはずじゃ。あなた方なら、援護へ行くことも可能であろう。その間にわしらは、なんとかアニエス殿を探ししなくてはな。オッケー。では、今度は援護に行って、聖なる種火をもらってきます。ました。一応これ現代のなんだけど、こっちでも良かったんじゃないかなと思うんだけど、オッケー、じゃあ村長に。おお、旅の方ですな。いや、よくいらっしゃいました。まだまだ旅の方にはつまらない村かもしれませんが、もう少しお待ちください。いろいろと新しい娯楽場や店などを作っていく予定ですから。わははは。おや、まだ何か私にご用でも？ほい。ほう、聖なる種火が欲しいというのですな。あんなもの、私にとってはどうでもいいものなんですが、一応村の決まりでしたな。わけもなく差し上げるわけには参らんのですよ。おいよ。じゃ、これを読んで。何です、これは。ほう、ポスターローから。なるほど。まあ、こういうことなら差し上げても問題ないでしょう。そういえば先ほど旅の承認も許可を出しましたな。彼に相談するのが良いでしょう。OK。村長に許可をもらえたようですね。それじゃあこれをお譲りします。空き瓶に詰めておきました。
あたす。はい。では、今回ここまでにして、次回、この種火を、もう一回大灯台の頂上まで、持っていきたいと思います。はい。では、ドラゴンクエスト7実況プレイのパート69、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。